サチ、ナナミ、ミヌキ、サクロ、ハル、ナナさんから全国、全国から長崎、いいよ、ミルクシェイク。Yeah, yeah, yeah.
よ。裏見ると見るための違いはこの4年みたいなのを言ってみんなさ何が違うのって思ってる人多分多いと思うんですけれども、あのミルクセーキは食べ物ですっていうのがミルタベの本名、本名でございまして、それはね、あの私たちが主催の定期ライブが絶対これは月に1回って決まってるんですよ。だから月に1回以上ある主催の定期ライブを裏をつけてるっていうためになりまして、なので裏見るためは月に何回でも存在していいわけでございまして、まあそんなね、ま、全くない月もあれば何回もあった月もあったりして今日が50回っていうのがね巡り合わせで、本当に50と100年、そう100回もたまたまなんですよ。なんかさ、いい感じの裏って感じいい感じの裏って感じ50と100回、そう100回もさ本当は毎月やってたけどコロナでできなかった月があったりしていろいろこうずれたりしたことによって10周年が100になっちゃうっていうすごい奇跡が生まれまして、こうやってね特別なライブができているわけでございますよ。嬉しいですね。まあそんなミルクセーキはもうつい最近5人になったばっかりで、はい、わお、さっきあのね物販の時に話したらなんかえそうなのみたいな感じのね反応もらったり、実はねなったばっかりなので、はい、たくさん知ってください、知ってください、まだまだいっぱい成長していきますので、はい、では後半戦これからボボボボボンと続けて披露いたしますので早速次の曲いきましょう。日曜日は大嫌い。同じ部活にでもやってればよ。
いきましょう。
だ。デジマラプソディ。デジマラプソディ。そんなに身長高いのにさくらこんなんなって隠れて歌うけん普通に見つけきらんかった。そう、好きなとこに隠れて歌っていいよって言ったらまさかこんなちっちゃいいい感じでございます。いいね、新しい発見。もし次ねさくらが隠れるような時がありましたら皆さん見つけて一緒にケチャをね、さくらのとこにめがけて一緒にケチャをやってください。まあ超レアですけど
こういう時しかない、こういう時しかないですけど、はい、ということで最後にサッチーから告知をさせていただきます。いよいよ明日は稲佐山でのライブとなっております。朝から夜までぶっ通し夏の日となりますので、皆さん体調には気をつけて一緒に盛り上がっていきましょう。そして祝日の月曜日はまたここ本田楽器にて対バンライブがありますので、最高の夏のスタート3連休一緒に過ごしてください。よろしくお願いします。お願いします。以上、私たち長崎のミルク世紀でした。ありがとうございました。